エンデバーの可能性を知りたいんですよね。というわけで今回はベータ上げエンデバー試していきましょう。まあガンマ上げエンデバーはね、前回試したんですが、まあ強かった。まあ全機種強かった。さあベータ上げのエンデバー強いのっていうのがね、今回の動画の内容でございます。まあ、正直このエンデバー、僕から言わせてしまえば、全武装最強格の攻撃力を持っているので、まあ、正直ベータを上げたところでアルファもガンマも結局強いやんけって話なんですけど、まあ、とりあえずベータを優先してあげていく。優先してベータを上げていくんですが、これね、今回は別にそうでもないんですけど、レベル9になるまでがきついなって感じなんですよね。というのも、ベータね、レベル4から8の時が、まあ、2発しかないんで、まあ、レベル4とレベル9でね、2発3発の弾数が上がっていくんで、正直レベル4から8がね、結構きつい。アルファだったらもっと継続戦闘できんのになーっていうところが何個もあったんで、まあそこがちょっと気になるかなっていうところです。というわけで戦闘シーンまで行きましょう。はい、というわけでね、安心して物資を漁っていたら何やら外側が騒がしかったので、ちょっと見に行くかってところでデクが飛び出してきましたね。さあデクに対してベータを当てていく。で、このベータなんですけど、多分バグかなんかわかんないけど、たまーに刺さらないです。たまーに刺さらないんですよ。その時はまあ受け入れる以外の選択肢がないですね。敵に張り付いてるはずなのに刺さらない。これは今のもそうですね。今当たってんのに、直撃してんのになぜかね、当たらないっていう状況ですね。まあここはしっかりね、このデク、ブロッコリーをしばいていきましょう。はい、調理完了ですね。焼きブロッコリーの出来上がりです。で、物資を漁っていて、これ、ここでベータがレベル9になりましたね。もうこうなってしまったらエンデバー誰にも止められません。もうね、ほんとやり投げおじさんに変貌ですね。まあこのやり投げね、ちょっと癖があって、まあ、ぶっちゃけスイッチとか PS4 の人は、ちょっときついよね、当てるのね。当てれなくても、こう、火柱でね、敵のこと飛ばすことができるんでね、結局ラピッドのお茶子ちゃんとかには対しては強いです。まあ、真下に撃つだけでも敵からしたらすごい嫌なんでね、焦らずに真下に撃っていきましょう。まあ、これはね、ベータ使いすぎてなかったんでね、お茶子ちゃんアルファで縛いていきます。まあ、結局アルファの火力が高いです。さあ、お茶子ちゃんを槍投げで縛いていって、もう当たる当たる気持ちいい気持ちいいわ、マジで。で、コンプレスがシールドさんで、これガンマですね。コンプレスのシールドに対してはアルファとベータは弾かれちゃう。まあ、アルファは弾かれて、ベータは返されちゃうんですけど、ガンマは弾かれないんでね、使ってみてください。さあ、オールマイトがおんぶしてたので、ここはしっかりベータで縛いていきます。オールマイトとかデクのね、デクとかイーダのね、おんぶに対しても、この槍投げが非常に有効的なんですよね。おんぶ解除されるんで。だからね、オールマイトとかおんぶして見かけたら、この槍投げぶっ刺してあげましょう。おんぶ解除されるんで、おすすめです。さあ、お茶子ちゃんが逃げていたので、このお茶子ちゃんに対して槍投げをぶっ刺してダウンを持っていくと、まあね、攻撃力がね、200近くあるんで、まあ本当にね、刺されたら絶望ですよね。なんかエンデバーと対面してるとき、この槍投げ一発食らったらほぼシールド割れるようなもんなんで、もうかなり苦しい。もう、つゆちゃんとかお茶子ちゃんがこの槍食らったらもう絶望的ですよね。あ、死んだ。あ、やべ、死んだってなりますよね。で、オールマイトに対してしっかり槍直撃当てて200ダメージを、ダメージ取ると勝っていく。でも、ベータ返されてしまう。でも、関係なく、槍投げしていきます。プルスウルトは使ってくる。さあ、真下に今ね、槍投げ投げたんですが、オールマイトうまくかわされちゃいましたね。これ逃がしませんよ。ソドロキエンジは、追跡能力にも優れている。さあ、ベータ直撃させて、もうオールマイトだいぶ瀕死だと思うんですよね、今ね。さあ、サイクロン、サイクロン。サイクロンしているか？もうこれは、逃げ切れない。悲しいですね。ナンバー2ヒーローとナンバー1ヒーロー、追いかけっこは結局ナンバー2ヒーローが勝つんですかね。まあ、シギにブーストついてるんでね。まあ、シギにブーストついてるおっさんには勝てないですよね。まあ、オールマイトは所詮こうなんだろうな。ハイジャンプは持ってるとはいえ、シギにブーストはついてないんでね。エンデバーはシギにブーストついてるんで。だから強いですよね。さあ、別パーティーが水難エリアでやり合ってそうなので、今ね、水難エリアの方に寄っていっていますが、今のところ敵が見当たらないですね。いや、でもこっちでやり合ってる音がするんでね。あ、ケアパケが開いてる。ということは敵がいる。さあ、お茶子です。またお茶子ちゃんですね。いや、お茶子ちゃんとエンジさんだったので、両方ともにね、槍を与えていきます。こっからね、もうすでにね、ダメージ取ると200ぐらい勇気取ってます。さあ、お茶子ちゃんが、棒を振り回していたのでね、棒もろとも焼き払っていきましょう。まあ、基本的にね、こう、お茶子ちゃんはエンデバーには勝てないです。というのもね、ベータの攻撃力が、非常に強力で、あ、死にましたね。まあ、これはしょうがないです。相沢先生のガンマに弾かれて、ベータが当たらなかったけど、まあ、結局ね、もう一発に、まあ、これね、ベータやばいのは、2発3発撃てるところなんですよ。これ一発だったらね、そんなじゃなかったと思うんですけど、
これね、レベルアップにより段数アップするのが非常に強力なんですよね。で、このマウントレディがやられてしまったので、ここすぐさまカバーに行きたいところなんですが、僕ちょっとブースター持ってないのでカバーできませんでした。ただこのエンデバー、トドロキエンジは逃がしません。エンジ VS エンジはエンジの勝利です。ナイスですね。さあ、これしっかり格殺入れていて、トガちゃんが目の前に来ましたね。これもね、ベータのやり投げで、しっかり弾いていって、あ、霧島も来ましたね。これは設置ベータで、霧島弾いていって、アルファを当てていく。さあ、アルファ当たっていく。さあ、アルファ当たっていく。霧島はもう、まだしつこいですね、この霧島。非常にしつこい霧島なんですが、もうさすがに無理ですね。もうね、このベータ強くないですか？もう霧島とかね、トガちゃんとかに対して非常に強力ですね、このベータが。さあ、トガちゃんまだしつこく追ってきたので、このベータ投げて、ちょっと距離を取ってあげます。まあ、これはね、焦らず回復していきましょう。こういうところでね、焦って突っ込んだりとかね、ポジションチェンジしちゃうとちょっと危険なんでね、しっかりこう、味方のおちゃこちゃんと合わせて戦っていきます。おちゃこちゃんが突っ込んでいるので、まあ、ちょっとね、こっちカバー寄りに来ましたね。さあ、奥の方で別のおちゃこちゃんが来たので、これは、エンジの槍がおちゃこに刺さる。さあ、おちゃこか？どこ行く？おちゃこ。さあ、ミス車でしたね。おちゃこじゃなかったです。ミス車に対してベータを投げていくが、はい、この火柱が非常に当たり判定大きいので当たってしまいます。さあ、ミス車は、エンジにしばかれる。やっぱエンジの槍にはかなわないんですね、ミスおちゃこは。ミスおちゃこ、ミス車でしたね。間違えましたね。さあ、霧島に君に対してしっかりベータ与えていって、この、撤退しながら与えていくダメージを、霧島君もね、さすがにあいつには分が悪いっていうところで逃げていきました。いやー、やっぱ勝てないんですよね、結局ね。トドロキエンジンはナンバー2ヒーローですからね。このね、ベータ上げした時の、このエンジンさんの弾く能力、とんでもなくて、こうやっぱね、ベータが3発あることにより、こう弾く能力が爆上がりします。やっぱね、アルファはね、こうダウン値がないんで、やっぱね、当て続ける能力っていうのが必要なんですけど、このベータはね、こう自ら安全ゾーンを作り出す能力に長けていますね。さあ、死柄木のアルファが当たってしまうが、これは空中に浮いていく。ハイジャンプが活かしてきましたね。で、おちゃこちゃんもちょっとお亡くなりになられてしまったので、ちょっと苦しい状況ではあるんですが、まあ言うてね、ここから打開できるのがトドロキエンジですよ。まあこいつ攻撃力半端ないんで、基本的に上から槍投げてるだけでね、もうどんどん敵死んできます。俺やばい、もう災害です。もう災害。もう災害レベル虎ですね、完全に。さあ、おちゃこちゃんがいなくなってしまいました。悲しいですね。とりあえず、マウントレディと二人で勝利を目指していきましょう。さあ、トドロキ、死柄木に槍当てて、今度はね、霧島に槍当てて、また死柄木に槍当てて、ダウン取っていきます。まだ生きてない、ダウンじゃないね。ガードクラッシュしていきます。で、僕の体力はほぼ削られていないので、とりあえずここでね、マウントレディを起こしていきましょう。やっぱね、チームで勝利しなければいけないですよね。で、敵パーティーはね、おそらく結構削れてるとは思うんですよね。マウントレディに回復を分け与えていって、僕はすぐさまさっきの先生に復帰していきます。で、トドロキエンジ君なんですけど、この人はですね、ラピッドのカードを使ってビルを登ると、そのまま上の方までね、特殊アクションで飛んでいくんでね、もし上ポジに登りたい人はね、そういう立ち回りするのおすすめです。さあ、ベータからガンマコンボ。決まっていくか？大ダメージ与えて一人ダウンしていく。ナイスですね。やっぱベータ刺さりますね。で、ここでなんとね、悲劇が起きました。敵同士が潰し合って、結局誰もいなくなるっていう、なんか謎な状況になりましたね。結果的に僕らは物資美味しくいただけたのでよかったんですけど、なんか特に何もせずに敵同士が潰し合ってしまって、なんか、ちょっと微妙な空気になっていますね。で、ダビがいたので、放置します、あれは。なんか、格殺入れようかなって思ったんですけど、そのまま安置外で力尽きてしまったのでしょうがないですね。本当はね、息子のことを処したかったんですけど、まあ、息子にとどめさすのもちょっと親心としてはね、さすがに、まあ、とどめさしたい親もいると思うんですけど、僕はちょっとね、気が引けるんでやめておきました。で、一旦上ポジをキープしようと思ったら、しがらきくんがいたので、しがらきくんに対してベータを当てようとしてが、なんかね、刺さったはずなのに当たらない。これ多分エンデバーのバグなんですけど、まあ、言うて目立たないんだけど、多分これもバグ。たまにね、こう、直撃判定がなかったりとか、直撃したはずなのに直撃してないことにさせられたりとかね、ちょっといろいろあったりするんですよね。で、上から相沢先生に対して、槍を投げていきます。相沢先生はビビって、足バタバタさせながら逃げてますね。で、これ、貫通するかなって思ったんですが、ちょっとね、射程距離が足りませんでした。レベル9だったら多分貫通したよね。で、しがらきくんがよちよち登ってたので、ベータの槍をぶっ刺していきます。しがらきくん逃げるかな？逃げるかな？逃がさないぞというわけで追いかけていきましょう。しがらきに対して、横槍が当たった。壁にね、当てるとね、槍の炎の柱が横になるんでね。それも非常に魅力的な部分ですね。おじさんはどんだけ魅力があるんだって話なんですよね。
で、しがらきくんに対してもうねガードクラッシュしたので、もうほぼほぼ勝ち確みたいな状況ですね。おっと、しがらきの体力が回復している。そして相澤先生が登場しましたね。で、相澤先生に対して、相澤先生が引き寄せさせませんと。さあ、相澤先生だいぶ瀕死ですね。で、しがらきくんがどっか行ってしまったので、とりあえずね、しがらきくん探していましたが、しがらきくんいました。発見しましたね。しがらきがベータを使って突っ込んでくるが、僕は上ポジにいるので関係ありません。マウントレディがしばかれています。でもこれちょっとしょうがないですね。なんとかしてあげたいところではあったんだが、ちょっと間に合わずっていう感じですね。しがらきにダメージ与えていって、2発与えていって当たらない、まあ、ここは一旦回復していきましょうか。さあ、しがらきくんも同じようなポジションで回復してますね。あそこに対してベータの槍を投げていくと、で、しがらきくんダウンしました。さあ、残り一人、相澤先生がどっかにいるはずなんですけどね。どこにいるか、ね、どうやら、力尽きてしまったようです。というわけで、今回エンデバーのベータ上げ試してきました。いや、結構強いのかもしれない。でも、当てれなかったら意味がないから、まあなんか難易度高めな構成だなと思いますね。ポテンシャル高め、ただ難易度高めって感じです。ぶっちゃけガンマ上げの方が無難に漏れるかなって感じですね。というわけで今回も動画ご視聴ありがとうございました。バイバイ。